ルラシドンは、大日本住友製薬が開発した、規定系抗精神病薬である。商品名はラツーだ。ルラシドンは、ドパミン D2 受容体、セロトニンの HT2 アンペア受容体、セロトニンの HT7 受容体を遮断し、セロトニンの HT1 アンペア受容体には、部分作動性を持つ。ヒスタミン受容体とムスカリン受容体に対しては、作用しない。 従来の否定傾向精神病薬よりも、衰退外路症状を引き起こさないとされる。一般的な副作用には、アカシジア、星座不能、ジスキネジア、頭痛、脱力、かゆみ、血管不臭、顔面主張などがある。重篤な副作用には、自発性ジスキネジー、並びに、神経疾患薬性悪性症候群、自殺リスクの増加、自発性ジスキネジア、 口臭部不随運動、不随運動、血管不お及び高血糖などが含まれる可能性がある。海外での臨床では主に眠気、運動障害、吐き気、下痢が報告されている。また、認知症の結果として、精神病を患っている高齢者では死亡リスクが高まる可能性があり、妊娠中の使用は安全性は不明確である。 第三世代抗精神病薬に分類される。アメリカ合衆国では、2010年10月に販売許可を取得した後、2012年6月にカナダで、2013年8月にスイスで承認を取得したほか、欧州連合では2014年2月に欧州医薬品評価委員会から承認を推奨する、旨の審査結果が提出され、2014年3月21日、 欧州医薬品庁の販売許可を取得した。2014年にオーストラリア、2016年に中華民国、ロシア、シンガポール、太陽国及び香港、2017年にブラジル及び UAE、2018年にマカオ及びベネズエラ、2019年に中華人民共和国、2020年に日本で販売承認された。 総極一致型障害物に対する適用追加の承認を2013年に、米国2014年に、カナダ2017年に、ロシア、ブラジル及び台湾で取得した。日本での承認申請を目的に、第 3I 臨床試験が実施された。439名の患者をルラシドン4 0ラム、日、8 0ラム、日、 疑薬群の三軍に無作為に割り付けて六週間投与した結果、主要評価項目要請、陰性症状評価尺度の変化量は疑薬に対して改善傾向を示したが、統計学的優位差は認められなかった。ただし、解析母集団を ITT に変更すると優位差が認められた。なお、副次的評価項目の臨床全般印象評価尺度重症度については、 有意差はついていない。2019年7月31日、大日本住友製薬は製造販売を厚生労働省に承認申請したと発表した。2020年3月25日、大日本住友製薬は3月25日付で日本において統合失調症及び双極性障害におけるうつ症状の改善を適用症として 厚生労働省の製造販売承認を取得し、5月20日に薬価集載され、6月11日に販売開始した。ありがとうございます。